の税額はほぼ全ての市町村が間違ってます。これを知っておかないと高い税金を払うことになります。どうも、もふもふです。今日は固定資産税についてです。不動産を持っている方はどのくらいいるでしょうか。固定資産税は本当に厄介な税金です。なぜなら本人の収入に関係なく毎年税金がかかり続けるからです。手取りが年金10万円しかないのに固定資産税は毎年20万円かかって払えないという人たちをたくさん見てきました。そこで今日は固定資産税についての解説です。まず固定資産税とは何か、次に課税の仕組みについて、最後に固定資産税を安くする方法5選をお話しします。この動画をご覧いただくことで固定資産税についてわかります。また固定資産税を安くする方法について理解できますので、ぜひ最後までご覧ください。またわからないことや質問などがありましたら、ぜひぜひコメントをお願いします。ちなみにこのチャンネルでは税金を安くする方法や滞納者との実話など有益で面白い情報を発信しております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まず固定資産税とは何かというと、所有する固定資産に対して課税される税金です。これはあなたの収入がいくらになろうが固定資産を所有している限りかかり続けます。この固定資産には主に2種類あって、1つは宅地、畑、山林などの土地と呼ばれるもの、そしてもう1つは住宅や店舗、工場、倉庫などの建物と呼ばれるものです。このどちらか、あるいは2つとも所有していると固定資産税がかかるというわけですね。では固定資産税がいくらになるのかを話していきます。当然土地や建物の価格が高いと固定資産税は高くなります。これはなぜかというと、不動産は財務省が決めた価格をもとに金額が決められており、この金額が固定資産税に直結するからです。これは皆さんお分かりですね。逆に価格がほぼ0円に等しければ固定資産税はかかりません。土地の場合は30万円、建物の場合は20万円以下であれば免税となり、固定資産税は0円となります。この時の参考にする価格のことを評価額と呼びます。建物の評価額は、その建物をもう一度建てた時にかかる費用になります。土地の評価額は土地の種類によって決まります。種類というのは、畑だったり、山林だったり、宅地など、不動産登記簿に登記されている土地の種類を指します。そしてこの評価額をもとに一定の調整をして課税の元になる金額、いわゆる課税標準額を出します。一定の調整というのは、生活環境が大きく変化する出来事があった時や居住用の住宅などに該当する場合、価格が安くなるようにする措置のことです。直近で言うと、新型コロナウイルスが蔓延した際に固定資産税を2分の1にするなどの調整が全国的に行われました。このような調整を行った価格を課税標準額と言います。通常は評価額と課税標準額は一致することが多いです。そして最後にこの課税標準額に税率をかけることで固定資産税が計算されます。それでは固定資産税の具体的な計算についてお話しします。固定資産税の税額は課税標準額に対して税率をかけます。この税率はどのくらいかというと 1.4% です。 1.4% って低くない？あまりかからないじゃんと思うかもしれませんが、不動産の課税標準額が2000万円とか3000万円とか高いので、税率をかけると固定資産税は何十万円とするわけですね。自治体によっては異なる税率を設定している場合もありますが、多くの自治体では 1.4% です。また、土地や家屋の所在地が市街化区域に指定されている場合は、都市計画税が追加で課税されます。
市街化区域とは、まちづくりを進める予定の地域、またはすでにまちづくりがされた地域のことです。ここは交通の便が良かったり、地域として栄えていたりするため、税金が多めにかかるんですね。そして、この都市計画税の税率は 0.3% と定められており、固定資産税の税率の 1.4% と足すと、約 1.7% となります。では、具体的に計算してみます。土地1500万円、建物1500万円、課税標準額が3000万円の場合、3000万円かける 1.7% イコール51万円。つまり、固定資産税は51万円になります。結構高くないですか？これはあくまで計算例です。実際は、住むための土地は、評価額を3分の1にして計算するなどの調整があるのですが、この例では何も調整せずに計算してます。実際は、もっと安くなるはずです。この固定資産税ですが、よく市民の方から、不動産を売却したのに納税通知書が届いた、これは何かの間違いじゃない？と問い合わせをいただくことがあります。この固定資産税は誰が払うのかというと、1月1日時点で固定資産税台帳に登録されている方に課税されます。つまり、1月2日以降に不動産を売却したとしても、その年の固定資産税は払わなくてはいけません。そのため、不動産を売却するなら、12月31日までに売却するようにし、不動産を購入するなら、1月2日以降に買うようにすると、固定資産税は払わなくて良いことになります。気をつけることは、固定資産税は、1月1日時点で、固定資産税台帳に記載されている方に課税されるということです。つまり、不動産を売却しても、法務局で所有者を変更する手続きをしないと、その年の固定資産税は払わないといけないということですね。なので、先ほどお話しした問い合わせ、これは間違いじゃないんですね。本当によくあるんですけど、今まで固定資産税を滞納したことがなかった人が、急に令和5年度を滞納するんですね。1期分も払わないわけです。こういう滞納者は、いきなり差し押さえするのではなくて、手紙を送ったり、電話をかけて、今まで滞納したことがないのに、どうかしましたか？と事情を聞いてみるわけです。そうすると、大体の人は、不動産を売ってから、払わなくていいと思った。新しい購入者に払うように言ってよって言うんですね。いやいや、それは無理だよと思いながら、職員から納付を求められますので、皆さんもお気をつけください。ちなみに、不動産登記簿と固定資産税台帳って何が違うの？と感じる方もいらっしゃると思うのでお話しします。不動産登記簿は法務局が持つ不動産の公簿であり、固定資産税台帳とは市役所が持つ不動産の公簿です。法務局で登記を行うと、法務局から市役所へ登記の内容が通知されます。固定資産税台帳も新しい所有者に変更され、翌年度から新しい所有者で固定資産税が課税されるというわけです。それでは、これから固定資産税を安くする方法についてお話しします。固定資産税は資産なので、基本的に安くできる方法はありません。とはいえ、やむを得ず払えない方もいるので、制度はあります。その中からいくつかお話ししていきます。固定資産税を安くする方法、その1、納税通知書を見直す。皆さん、自治体から届いた納税通知書は確認してますか？ご自身の支払う税金だけを確認する方がいますが、必ず評価額もご覧ください。実は、ここがものすごく重要です。なぜなら、固定資産税が間違って課税されているからです。こちらは10年ほど前の調査ですが、全国の自治体に課税が誤っていたかを調査したものなんですね。3年分の調査なのですが、誤っていた自治体は全体の 97% でした。つまり、
ほとんどの自治体が課税を間違っていたという結果になっています。では、何を間違っていたのかというとですね、こちらをご覧ください。これは、土地と家屋それぞれの課税のうち、誤っていた内容をまとめたものなんですが、この6、評価額が3割を占めてます。評価額が違うということは、つまり自分の固定資産税が間違った金額で課税されているということですね。また、家屋に関しては、新増築未反映、家屋消失の未反映が4割以上もあります。つまり、建物を新しく建てたけど、評価額に入っておらず、税金を払わずに済んでいたり、建物を壊したのに、評価額に入れられていて、余分に税金を取られているということなんですね。そのため、毎年納税通知書の金額は確認するようにしてください。ではですね、納税通知書の何を確認すればいいのかというと、先ほどの資料に答えがあります。まずは、6、評価額ですね。自分が購入した金額以上に、明らかに高すぎたりしないかを見てください。そうすることで、この3、家屋消失も確認できます。なぜなら、家屋がなくなれば、その分、評価額が減るからなんですね。次に確認したいのは、納税義務者です。不動産の所有者かどうかを確認してください。こちら、よくあるのは、亡くなった人の名前で固定資産税が届き続けるんですね。これは、死亡者課税といって、違法です。税金は、亡くなった人に対して課税しちゃいけないんですね。皆さんの中にも、亡くなった両親の自宅にそのまま住んでいて、両親の名前で固定資産税が届いているという人、いらっしゃるのではないでしょうか。本来は、役所は、相続人を調べて、その相続人の名前で税金を課税しなきゃいけません。ところが、この相続調査はめんどくさがって、亡くなった人の名前で課税し続けている自治体が多いです。違法な課税なので、払わなかったとしても差し押さえはされません。亡くなった人に対する課税なので無効です。差し押さえしたら大問題だからです。その他に、4番、現況地目の修正です。畑なのに、宅地として課税されていると、高い税金を払わされることになります。現在の地目が正しいものかどうかを、納税通知書で確認してください。もし、納税通知書を確認して、金額が明らかに高い、おかしいと感じたら、すぐに自治体の担当者に相談してください。この評価額というのはですね、3年に一度しか見直さないことになってます。つまり、この間違いを指摘しないと、誤った金額での課税が3年間続いていくということになります。皆さんも納税通知書は見直しをして、計算方法は間違ってないか、評価額が高すぎないかなどを念入りに確認してみてください。毎年窓口に来て、担当者に分かるまで説明してもらうくらいでもいいと思います。一生払い続ける税金なので、仕事を休んで聞きに行く価値は間違いなくあると思います。固定資産税を安くする方法、その2、税金の減免。固定資産税は被災した場合には減免することができます。被災とは何かというと、台風などの風水害、地震、火災などです。能登半島地震で被災した人たちにも当然ながら固定資産税の通知が行きます。1月1日に地震が起きて、1月2日に建物が壊れてしまったという人も、1月1日時点で建物があったわけなので、払わなきゃいけないんですね。でね、心の余裕もない中で支払いを求められると、払える方は払ってしまうんですよ。なので、皆さんに知っておいてほしいことは、固定資産税は震災や風水害、火災などに被災した場合は減免できるということです。これは、税金を払えるか払えないかは関係なく、被災した場合は全員減免の対象になります。ただし、この減免は自分から申請しないと受けられませんし、役所からあなた減免できますよと案内される可能性は高くありません。私は関係ないねと思う方は、
本当に被災した時に税金の減免について思い出せないと思います。なので、今お話ししたことを頭の片隅に入れておいてください。固定資産税を安くする方法、その3、生活保護の受給。最近は、怪我や病気、失業などによって、1、2ヶ月の短期間だけ生活保護を受けるという方も多くいらっしゃいます。生活保護は、最低限の生活を送るためのお金なので、税金を支払う余裕はないと考えられます。そのため、生活保護を受けている間は、減免申請を行うと、期限が到来していない税金については、全額免除、0円となります。さらに、期限が到来している税金については、執行停止となり、支払い義務を免除してもらうことができるかもしれません。ちなみに、執行停止については、過去、こちらの動画でお話ししてます。滞納している税金が払えない方は参考にしてみてください。それで、病気や怪我、失業や休業なので、生活が立ち行かないという方は、生活保護を受けてみると、大幅な減税につながります。ちなみに、自宅を持っていても、生活保護が受けられるの?と感じる方もいるかと思います。自宅にローンがなく、自宅の評価額も低ければ受けられます。ローンがないことが条件になっているのは、なぜかというと、税金でローンを返済する人が出ないようにするためです。また、評価額が低いというのは、いくらなのかというと、私の自治体では、評価額2000万円以下であれば、自宅を持っていても生活保護は受けられました。気になる方は一度お住まいの担当課に相談してみるといいかもしれません。固定資産税を安くする方法、その4、住宅のリフォーム。住宅をリフォームすることで税金の減額や補助が受けられる制度があります。対象となるリフォームは主に4つです。1つ目、地震に耐えられるように改修を行う耐震リフォーム。2つ目、冷暖房や給湯などに使うエネルギーを抑え、快適性の向上を行う省エネリフォーム。3つ目、暮らす方が不自由なく過ごせるように改修するバリアフリーリフォーム。4つ目、今ある住宅の性能を向上させたり、子育てしやすくなるよう環境を整える長期有料住宅化リフォームなどがあります。それぞれのリフォームに応じて固定資産税が減額になる制度です。リフォームしながら税金も安くなるのは嬉しいですよね。これらのリフォームはもともと令和6年4月までに完工した住宅が対象でしたが、令和8年4月まで延長になりました。申請先はお住まいの市町村または都道府県になりますので、皆さんもぜひこの機会にリフォームをしてみてはいかがでしょうか。固定資産税を安くする方法、その5、納税方法を工夫する。固定資産税を支払う際に、口座振替やコンビニ払いで支払っている人は多いと思います。おすすめの納付方法は、キャッシュレス決済です。なぜなら、キャッシュレス決済する際にポイントがもらえることがあるからです。例えば、楽天ペイです。楽天カードから楽天ペイアプリにチャージをすると、ポイント還元が受けられたりします。スマートフォンで納付書に印字されている QR コードを読み込むことで簡単に決済できますので、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。固定資産税は資産ですが、少しの見直しによって安くしたり、お得に払えたりできます。もし動画が参考になったと思えば、高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。